はい、どうもこんにちは、こんばんは、テッドです。よろしくお願いいたします。今回もエレメンタルストーリーやっていこうと思います。今日やる試練はブリュンヒルデの試練をやっていこうと思います。実はこのキャラ僕持ってるんですけど、試練をやるのは初めてなので、初回消費ゼロになっております。闇の試練なんで光パーティーでいきたいと思います。一応攻略情報を見ると、うわ左の盾やばあの盾壊しながら戦うのか。高ヒット目と高攻撃力のブリュンヒルデに対して攻撃をしつつ、バリアコアの対応と回復を安定して繰り出して、回復はね大丈夫なんで。いやーでもあれか、お兄ちゃんのスキル使えないな。とりあえず真ん中速攻で壊さないと。ちょっときつそうだけどやっていこうかな。負けてもしょうがない、行こう。初見ですから、まあ負けてもしょうがないですよねっていう気持ちでいきます。あ、俺なんでヒットモイトアップなんか持ってんだ、いらねえよ敵が出てきたってことは多分3回目でボスが出てくるので、それまでに光ピースを貯めておくことと、緑ピースを6個以上残す。はい、ごめんなさい、ちょっとなんか広告みたいなのが入っちゃったので。何の広告だろう今の、なんか俺はインストールしたかな、すいません。ちょっと最初の飛ばしちゃったんですけど、今2回目の敵です。え、なんだ今の広告、なんか変な広告入った、後で見ます、お許しください。あ、ミスった、ここ緑一直線揃えとかないといけないやつだね。ですよね、間違えた、そういうことしてくるもんね。そしたら緑が集まってないんで、緑じゃない黄色か、しょうがない、壊しながら。あ、はい、一発で倒せるんだ、ならいけるいける、余裕だ、余裕とは言ったものの、やっぱ防御多いとつらいな。光をちょっと残しつつ、残しつつ壊していきましょうかね。光ピースは残したい。おう、はいやー、やめてーやめてよ、左のやつ壊せねえじゃん。ただ相手が回復してこないのは助かるな。回復してこないとなると、効果力でダメージ与え続ければ余裕なんじゃね。着実に壊していきましょう。OK、 いい、回復に関しては一番左のランスロットさんとウィル君が2人で回復できるんで、ので、ウィル君のオートリジェネがマジでやばいほんと使える、オートリジェネがね。あ、光壊しちゃった、間違って、はい、でかい、300回復とかやばいよね超使える、超使えるんですけど、そしたらまた一戦しつつ、ピース消しつつ、ここで1個壊した、 OK、 光が生まれない。この調子でいけば普通に勝てますね。ただヒットポイント半分過ぎたら何かやってくるとか、そういうのがあったらきつい。たまにいますよね、そういう敵キャラ。
本当にそういうキャラがいるかどうかは分かんないけど、だいたい RPG 系ってそういう感じだよね。うわー、ここで本当は一戦とか使いたかったけど、おマジで絶対今防御を生んでくると思ったけど、生んでくる防御、あ、じゃあ待ってこっち使おう、待って待って、わー待って間違えた、緑一戦にしようと思ったのに、やべやべ、下手下手こいたですよねですよね。緑一直線使いたいんだよね、攻撃力アップなんで緑一直線が。理想としては緑一直線しつつ黄色で攻撃したいんだけど、緑一直線が真ん中にしかないから一直線して一旦待たなきゃいけないって、一直線して一旦待てや光消しちまったら攻撃すんだろうがついてねえな、うえ、待って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 、それは聞いてない、場面変えてくんの、この配置でスキルを発動できるキャラがいないライトブーストぐらいしか使えない、やばい、これはまずいね、それは聞いてないな、通常攻撃で勝てそうだけどね、でもはい勝ったやっぱこのパーティー強いわ、わかんない、このボスが弱いだけかもしんないけど、オッケー、この子の進化版とかゲットできた、あ、進化版ゲットできた、実は持ってるんですよね、進化させましょう、イエイ、うわ黒い羽生えた、この子が闇の回復なんで、闇の回復ちょっと欲しいんですよね、ただ光属性攻撃力プラス50とかいらねえって君と一緒に光属性一緒に組むことはないっすよ、よし無事勝てましたね、初見だったけど、まあ敵が回復しなかったのとそこまで高火力じゃなかったんで勝てましたね、 OK、というわけで今回はここで終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします、もし動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします、この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます、では次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。